私はパネー、29歳の会社員です。うん、実は会社員だけじゃないんです。最近勤めている会社が副業 OK になったので、ダブルワークでもう一つのお仕事を始めたばかり。その仕事とは、なんとキャバ嬢なんですよ。男性のお相手をする仕事は初めての経験で、新人キャバ嬢としては不慣れなことばかり。でもここのお店は上品なお店だし、先輩のキャバ嬢さんもいい人ばかり。それにお客様からお話を伺うことで、本業の会社勤めにも役立っている部分があるんです。私にとっては趣味と実益を兼ねることができる、とっても楽しいお仕事なんですよ。パネーさん、おはよう。私が開店前の店に入ると、先に出勤していたみゆきさんが声をかけてきました。夜なのにおはようっていうの、不思議ですよね。みゆきさん、おはようございます。今日もよろしくお願いします。ねえパネーさん、開店前にまた占いして。この間知り合った彼とどうなるか知りたいの。いいですよ、当たるかどうか分かりませんけどね。にっこり笑って私は答えました。そんなことないよ、パネーさんの占いすっごく当たるもん。他の人もパネーさんのアドバイスに従ったらうまくいったって喜んでたし、今んとこパネーさんの占い外れた人見たことないもん。入店したばかりの頃、キャバ嬢さんたちと仲良くなる目的で占いをしたら、それが当たっていたので、ちょっとした評判になってるみたいです。とはいえ、私としては自分に見える範囲でごく常識的なアドバイスをしただけなんですけど、でもそれで彼女たちとも仲良くなれたわけだし、喜んでいただけるなら本望です。じゃあちょっと占ってみるわね。私は目を閉じてみゆきさんの運命を占いました。感じる、感じるわ。ちょっと嫌な予感がするわ。そうなの？彼とうまくいかないの？そうじゃないのよ。でも嫌な予感がするの。今日お店でとんでもないトラブルが起こる予感が。へー、やだよ。私の予感が何だったのかは、開店前ミーティングの時に分かりました。ああ、今日は最近マスコミにもよく登場している新進気鋭の IT 社長の斉藤様のご予約が入ってます。皆さん失礼のないようにお願いしますね。斉藤様は女の子をたくさんはべらせるのがお好きなので、じゃあみゆきさん、あなたがヘルプに入ってください。私？みゆきさんが嫌そうな声を出したので、私は意外に思いました。みゆきさんは結構ミーハータイプなので、テレビに出てくる有名人のお客様はいつも喜ぶはずなのに。ミーティングが終わった途端、みゆきさんはがっかりした様子でソファーに身を投げ出しました。斉藤社長のテーブル最悪、マジ勘弁。やっぱりパネーさんの占いが当たっちゃったわ。斉藤社長ってそんなひどいお客様なの？そうなの、ここにも何回か来てるんだけど、ほんと嫌なやつなんだから。テレビにも出てる有名人だからって女の子に対してとっても傍若無人な振る舞いをするのよ。ブラックカードをちらつかせて、ボトルが欲しければ俺の言うことを聞けって無理難題を言うの、ありえないから。あの男、斉藤社長が経営する会社は最近急激に業績を伸ばして、株式上場も間近だという新進気鋭の IT 企業です。ベンチャーキャピタルから出資金も集まっているみたいだし、銀行からの融資もかなりの額みたい。銀行は返せなさそうな会社にはお金を貸さないから、確かに業績は上がっているんでしょうね。そういえば斉藤社長はマスコミにもよく登場していて、ワイドショーなどで、はい論破を連発して相手をやり込める姿が話題になっているらしいわ。見ている人は痛快でしょうが、やられた側は嬉しくはないでしょうね。同じような振る舞いをお店の女の子たちにしているとしたら、確かに面倒そうなお客様です。
それにあの社長、何かというと女の子にお酒を飲ませたがるの。女の子をわざと酔っ払わせて、酔ったその姿を見て嘲笑ったりしてるのよ。ほとんど無理やりにお酒を飲ませられて調子が悪くなっちゃった子もいるくらいなんだから。そうなのね。あー、嫌だな。今からウコン飲んどこ。大変ね。私ならいくらでも飲んであげるのに。私はヘルプを命じられてみゆきさんに同情していました。おい、酒だ。もっと酒を持ってこい。ぐずぐずするな。こっちは金を払ってるんだぞ。斉藤様がお店に入店された早々、私はみゆきさんの言葉が真実であると思い知らされました。お店のVIP席のソファーにどっかり座り込んだ斉藤様は、横に女の子をはべらせてふんぞり返っています。そして何が面白くないのか、やれ女の子の質が悪いだの、マッチの火をつけるタイミングが悪いだの、水割りが濃いだの薄いだの、何かと文句をつける始末。お客様のクレームというより文句をつける先を一生懸命探しているような感じですね。別のテーブルで私がお客様と楽しくお話ししていても、店中に響き渡るような大声でギャーギャーわめいているので、うるさいったらありません。斉藤様、恐縮ですが、もう少し声のボリュームを。他のお客様もいらっしゃいますので。店長がさすがに斉藤様に声かけをしましたが、斉藤様はあろうことか反発したんです。ああ、他の客がどうしたって。他の客なんて知るか。そいつらは俺よりも金を持ってるのか。持ってないだろ。俺は新進気鋭の IT 会社の社長だぞ。黙ってたって銀行も出資者もおこぼれに預かろうって金を持ってくるんだ。だから金ならいくらでもある。ブラックカードも手に入れたし、俺はこの世の王様だ。銀行の融資や出資者の出資金は斉藤様個人のお金じゃなくて会社のお金だと思うのですが。お前らは客に向かってへえこら頭下げながら酒をついでりゃいいんだよ。おい、店の女の子はこれだけしかいないのかよ。他の客なんてどうでもいい。この店の中で一番金を落とすのは俺なんだから、店の女の子を全員このテーブルにつかせろ。斉藤様は無茶な要求をしましたが、店長は抗えなかったようです。汗をかきながら店長は私に近づき言いました。パネさん、すぐ斉藤様のテーブルに行ってください。急いで。やれやれ、あのテーブルに着くのかと私はげんなりしましたが、新人キャバ嬢たるもの、上司である店長のご要望とあれば仕方ありません。はじめまして、新人のパネーです。よろしくお願いします。私が斉藤様のテーブルに着くと、斉藤様は思いっきり見下すように笑いました。おいおい、この店にはいつからこんな豊島が入るようになったんだ。こんな豊島が新人だなんて、人手不足もいいとこだろ。私は笑顔を保ちながらも、こめかみが少しだけピキーンとするのを感じました。確かに私は他の女の子よりも年上です。でもまだ20代なのに豊島なんてあんまりじゃないですか。みゆきさんが慌てて私を取りなそうとしました。でもパネーさんってすごいんですよ。夜のお仕事が初めてなのに接客も完璧だし、お酒も強いし、それに占いだってできるんですから。占いだ。はあ、まったく、女ってのは比較的なもんが好きだよな。占いなんか当たるはずないだろ。そんなもの信じてどうなるってんだ。俺の運命は俺が一番よく知ってる。俺は会社でガッポガッポ稼いで、会社の金でじゃんじゃん飲んで、面白おかしい人生を過ごすんだ。ほら見えるだろ、俺の明るい未来が。斉藤様が私に向かって言った瞬間、私の脳裏には彼の運命がまざまざと頭に浮かびました。そう、見えちゃってたんです。でも私はすぐに答えました。未来を占うなんてそんなことできませんわ。未来なんて誰にもわからないんですもの。心の中に浮かんだ斉藤様の未来は、当人にはお話しない方がいいと判断したんです。しかし斉藤様は、ははっと
私は鼻で笑いました。やっぱりな、そんなことだろうと思った。若さじゃ他の子に負けるから占いで会話のネタを作ろうと思ったが、そんな甘い考えでいるから底辺仕事しかできないんだ。いい年して客に酒を継ぐ仕事しかできないやつの考えそうなこった。キャバ嬢の皆さんだってお酒を継ぐ以外にもいろいろ努力されていらっしゃいます。どうすればお客様に楽しい時間を過ごしていただけるかと日々努力しているというのに、何も分かっていないようですね。まったく無知というのは罪深いものですね。一体新進気鋭の IT 社長がどれほど偉いというのでしょうか。普段はほとんど怒らない私も今回ばかりはさすがに腹を立てました。占いもはったり会話もろくにできない豊島の新人キャバ嬢に一体何の取り柄があるってんだ。さあ、それはお客様がお決めになることですから。私はただお客様に楽しい時間を過ごしていただき、楽しくご一緒にお酒が飲めればそれでいいんです。じゃあ好きなだけ飲ませてやるよ。おい、テキーラ持ってこい。ここにグラスをずらっと並べろ。斉藤様の命令に店員が慌ててたくさんのグラスをテーブルに並べ、そこにテキーラをどんどん注ぎました。楽しく酒を飲みたいんだろ。じゃあ飲ませてやるよ。これ全部飲み切れるか。飲めたらボトルいくらでも入れてやる。斉藤様、それは無茶です。こんな大量のテキーラを飲んだらひっくり返っちゃいますよ。みゆきさんは慌てて斉藤様を止めようとしました。うるせえ、お前は黙ってろ。俺はこの新人キャバ嬢の売り上げに貢献してやろうってんだ。感謝してもらいたいくらいだぜ。開店前にみゆきさんが話していた通り、斉藤様は女の子に無茶なお酒の飲み方をさせるのがお好きなよう。なるほど、こうやってニューボトルを盾に女の子へお酒を強要していたんですね。しかもあくまでも女の子の自由意志という形で。ニューボトル欲しいなら条件だ。飲めないって言うなら俺にひざまずいて土下座でもすれば許してやってもいいぜ。きっと斉藤様は私が泣いて許しを請うとでも思っていたんでしょう。今までもこうやって金に物を言わせて相手に失礼極まりない態度を取り続けてきた証拠ね。しかし私はにっこり笑って言いました。え、いいんですか。あ、まあ嬉しい、こんなにテキーラが飲めるなんて。いただきます。な、おい、ちょっと待って。まさか私が本当に飲むとは思わなかったんでしょう。斉藤様は私を止めようとしましたが、私はそれを無視してやおらテキーラのグラスをつかむと次々と口に放り込み始めたんです。なあ、パネーさん。あっという間にテーブルの上にあったテキーラのグラスはすべて空になってしまいました。すごい。ああ、おいしい。私お酒すごく強いの。これくらいのテキーラなんてビールを小さなグラスで飲んだくらいにしかならないわ。おい、嘘だろ。そう、実は私体質的にアルコールを分解する能力がものすごく高いみたいなんです。全く言わないわけではありませんが、普通の人と比べて酔っ払うまでのアルコール量は段違い。でもさすがにテーブルいっぱい並んだテキーラを全て飲み干したら少しばかり私も乗ってきたみたい。つまりエンジンかかってきちゃったってわけ。さあ、調子が出てきましたわよ、斉藤様。今夜はじゃんじゃん飲みましょう。え、あ、じゃんじゃんって、まだ飲むの。もちろんですよ。大好きなお酒を飲みたいと思ってこの副業を始めたんですから。さて、次は何を飲もうかな。お約束通りボトル入れますね。せっかく斉藤様がどんなお酒をいくらでも入れていいっておっしゃってくれてるんだから。ああ、もうなんて気前のいいお方。お優しいんですね、斉藤様って。いや、ま、すいません、ニューボトルお願いします。まずは
マッカランでしょ、それとロイヤルサルート、ブラックボーモア、レミーマルタンとナポレオンも久しぶりに飲みたいし。いや、そう。あ、あとドンペリもお願いしますね。10本くらいでいいかな。じゃ、待て、そんなに頼んでいくらすると思ってるんだ。だっていくらでも入れていいって言ったじゃないですか。でも心配しないでくださいね、飲みきれなくて余る心配はありませんから。そんな心配していない、カードの上限金額が。大丈夫ですよ、だって斉藤様はブラックカードだから上限金額がないじゃないですか。もうすぐ上限どころかカード自体が取り上げられちゃうかもしれないんだから、今のうちにブラックカードを満喫しておいた方がよろしいんじゃなくて。はあ、どういう意味だ。だって斉藤様、この先1年も経たないうちに破産してしまうでしょ。自己破産したらカードも使えなくなるでしょうし、だから今のうちに。え、それってパネーさんの占い、斉藤様が破産する未来が見えたの。ううん、違うわ。斉藤様の会社は株式上場に向けて準備をしているけど、近いうちに主幹事証券会社が上場引き受けを拒否するだろうから上場できなくなってしまうのよ。ああ、どうせそんなことがわかるんだ。私夜は副業でキャバ嬢をやってますけど、昼間の本業は証券会社のディーラーなんです。ああ、証券会社のディーラーって市場が開いている昼間はすごく忙しいですけど、夜は時間が空きますしね。昼間に酷使した頭の疲れを癒すのにこのお仕事はぴったりなんです。お店にいらっしゃるビジネスマンのお客様とのお話でもいろいろな情報を得ることができますしね。でもどうしてそれが俺の会社の上場を。私の同期には審査部門の部署の人もいますもの。知ってます、会社の上場審査では会社の業績だけでなく経営者の資質や人物像も審査の対象になるんですよ。変な代表者がトップになっている会社を上場させたら不祥事が起きた時に損失が大きいですからね。会社のお金を使い込んで豪遊している社長は審査部門がどう判断するでしょうね。上場を却下するか、もしくはトップを他の人物にした方がいいと提案するか、いずれにしても斉藤様にとっては望ましくない結果になるでしょうね。それに斉藤様も先ほどおっしゃってたじゃないですか、上場を見込んで銀行や出資者から金がどんどん入ってきたって。出資金は返金の義務がないとしても銀行融資はどうかしら。上場がなくなって会社の行く先が不安定になると知ったら貸し倒れにならないように回収を図るでしょうね。このお店のお客様の中にも銀行にお勤めの方が何人もいらっしゃいますし、噂話が広まるのは早いですわよ。だからほら、今のうちに楽しんでおかないと。そこへ先ほど私が頼んだニューボトルが次々と運ばれてきました。さあ、とりあえず今夜は暗い未来を忘れて楽しくお酒を飲みましょう。この先こんな高いお酒も飲めなくなるだろうから味わって飲んでくださいね。そう言って私はその場にがっくりと膝をつく斉藤様に向かってにっこりと微笑みかけたのでした。その後証券会社の同期に話を聞いたところでは、斉藤様の会社はあえなく倒産してしまったそうです。株式上場が却下となり、目論みが外れた銀行からの貸し剥がしを受けて経営が回らなくなってしまったみたい。斉藤様は会社のお金を自分のもののようにしてあちこちで豪遊していたみたいなので、今じゃ借金取りに追われて逃げ回っているそうです。まあそのうち捕まって過酷な労働を強いられるって未来、私にはすでに見えちゃってますけどね。お店で女の子に失礼な振る舞いをしたり、お酒を強要するようなこともできなくなるでしょうから、キャバ嬢さんたちは喜んでいます。お姉さん、ご指名です。3番テーブルと5番テーブル、あとご予約も入りました。はい。私は相変わらず証券会社のディーラーとキャバ嬢の二足のわらじで働いています。最近私の占いがお客様の間で大評判になってしまって、私を指名してくださるお客様が増えたので大忙しなんです。
占い1回でボトル1本。運命を知るには安い金額だと思いませんこと。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。